ギオラホークイ、エプスタインイスラエル空軍博物館に展示される、エプスタインのミラージュ3ギオラエプスタインもしくはギオラ、イプシュタインは、イスラエル空軍のエースパイロットの一人である。17機を撃墜し、そのうちの16機は、エジプト空軍のジェット戦闘機であった。1963年から59歳で退役する1997年まで、イスラエル空軍で働き、退役後は、 エルアル航空のパイロットを務めた。現役中は敵国による暗殺を恐れ、G 大佐という偽名で呼ばれていた。ネグバ出身。1956年にイスラエル防空軍に入隊する。心臓の診断で、パイロットとしては採用されず、パラシュート部隊で軍務をスタートさせた。パラシュートのデモンストレーションをする間に、ヘブライ語でイわという意味のエベンに改名した。 1959年に一旦、軍務を離れ、2年後にパイロットを再び目指し、医師の許可を得た。パイロットの訓練を始めると、その卓越した視力から、高の目の異名を得た。普通のパイロットのほぼ3倍の能力を示し、40km 先の航空機を発見することができた。イスラエル空軍で最も長い歴史を持つ戦闘機、部隊である第1 1飛行隊に配属され、 第3次中東戦争中の1967年6月6日、エジプト空軍のスホーイスマイナス7を撃墜したのが最初の撃墜記録で、その後の1970年まで続いた。消耗戦争の間に、ミグマイナス17、スマイナス7と2機のミグマイナス21を撃墜した。1973年の 第四次中東戦争では10月18日から20日の間にミマイナス8ヘリコプターと8機のジェット戦闘機を撃墜した。2機のスマイナス7、2機のスマイナス20、4機のミグマイナス21であり10月24日に視界近くの戦いで3機のミグマイナス21を撃墜した。エプスタインはこれらの撃墜をミラージュ3と IAI ネシェルで言った。 イスラエルの主君賞を受訓し、60歳になるまで現役の戦闘機パイロットとして働いた。イスラエル空軍を退役後は、LR 航空のパイロットを務めた。ありがとうございます。